はい、今回の動画は今人気のミームシー、一体どんなゲームなのか動画班に聞いてみると、ミームシー、ミームのなんかロブロックスフルーツみたいな感じのゲーム。ミームシー、ね、ブロフルより面白いっす。え、ブロフルより面白い、ブロフルより面白いだと。やってみよう。普通に僕が今から渡すものあるんで、ゲームカメラさん今トレードできます？どうやって？トレードっていう矢印のあるやつ、矢印、青と黄色の矢印のマーク。青と黄色の矢印、あ、これか、すごそう。あ、多分これもちもちの実で、うん、これがあの最強の悪魔の実って言われてるらしいです。あ、見た目は同じなんだ。悪魔の実も全部渡そう。うん、悪魔の実はみんな同じ見た目なんだ。悪魔の実はお店でガチャとして買えるよ。どれがはじめおすすめなの？ドメ。あ、すいません。ドメです。これどこで悪魔の実食べれるの？インベントリー開いたら悪魔の実があるはず。あ、パワーだ。あ、パワーであったわ。そう、これでドック使えばいいんだよね。ドック。そうです。ドックで。それ。お、これでまあ、わざ出してみてくださいよ。あ、すごい、犬出てきた。吠える。え、これいきなり全技使えるの？え、めちゃくちゃ強いです、もう。このゲームの遊び方。はい、悪魔の実を食べたら、メニューの上のこのコンパスみたいなマークを押すと、こうやってね、今向かうべき敵がわかるんでね、自分のレベルに合った敵を、コンパスで探って、はい、この巻物マークがついてるところに行けば、今あなたはここでレベル上げすればいいですよっていう感じです。あとはその敵ごとのね、クエストを受けるところでクエストを受けて敵を倒しまくればレベルがすぐにアップします。まあ、とにかくドック犬の悪魔の実がめちゃめちゃ強いってことが分かったんでね、どんどんやっていきましょう。あのドックサモンっていうね、 V 技を使うと、自分のね、家来みたいなが出てきてね、勝手に敵を倒してくれるっていうね、とんでもない。それで、一気にレベルアップでしてきましたね。だいたい5時間ぐらいでレベルがめっちゃ上がるから。5時間か。これ課金する場合どこにやればいいの？あ、メニュー開いて。メニューで。メニューの。誰かこういう。あ、ショップ。ショップっていう。置いたら。あ、これか。ほら、めっちゃ安いですよ。あ、安いね。確かに。久しぶりにこんな安いロバックスゲームだったな。このバカ仮面はまだあんまこのゲーム知らないのに全部課金したんだって。バカじゃね。工程は多分、確か、あれ、体力と身に振った方がいいとか。パワーってやつ。身に振った方が、パワーってやつ。パワーってやつに振ればいいんだ。そうです。永久とかないんだ。永久はないですね。ないんだ。はい、で、クエストを進めていくとね、ボスがこうやって出てきたりするんですよ。まあ、このボスとかは全部ミームだったりするわけですね。で、このボスを、ボスを倒したらこうやってレベルアップしていったり経験値がゲットできるんだけど、ピンクの文字が出てきたら、新しいクエストが受けられるようになったっていうことだから、またコンパスを見て次の場所を設定して、次の場所に行くっていうね、それを繰り返していく感じです。で、しばらくクエストをクリアしていくと、はい、次、2800m ぐらい遠くになったんですけど、そうしたら島ごと移動していくんですね。まあ、犬の悪魔の実だと、こうやってね、ドッグフライトっていう F 技で飛ぶことができるんだけど、まあ、船を買って、船で移動することもできます。まあ、ブロフルと似てますね。顔だ。顔。確か、低確率で何か落ちんねんな。そうなんだ。ダイヤモンドの手じゃないっけ。アクセサリーも落ちます、ね。アクセサリーはアクセサリー。あ、なんか落ちたわ。アクセサリー落ちたわ、多分今。インベントリー。アクセサリー。消えちゃった。ゲームカメラ。やば、気持ち悪い。でも、僕も持ってる。僕も持ってる。ほんとだ。やば、この顔。はい、という感じで、いろんな敵を倒していくと、敵によってね、落とすアイテム違うんですね。はい、ある敵を倒すと、キャットフードっていうね、アイテムがゲットできました。あ、キャットフード。キャットフード落ちたら、ここ。キャットフード落ちたら、この、
チャトフとか、ここで言っておられると、バナナができると。ほら、投げてみてください。あ、海洋来てるよ。はい、ミームビーストっていうね、この海にね、たまにこのミームのね、ボスみたいなのが出てくるんですよ。こいつを、倒すことによって、かなり低確率でアイテムをゲットすることもできるし、経験値もめっちゃゲットできるってことでね、これはね、ちょっと一人だと倒すの結構きついです。みんなで協力して倒しましょう。はい、ちなみに、課金しまくった俺はね、あいつを倒すと、かなりこうやってレベルアップするんですよ。めっちゃレベルアップするの。レベルアップが終わらないぐらい。はい、そして進めていくと出てくるこのモアイ像、このモアイ像を倒しまくると、これね、はい、ヌーブヘッドっていうのが出てくるんですよ。まあ他にもね、このモアイ像のね、頭っていうのもゲットできるんですけど、アクセサリーとしてね。でもこのヌーブヘッドっていうのをたくさんゲットしておくと、ゲットした分、実はね、あるボスを召喚することができるんですよ。そのボスを倒すと低確率でめちゃめちゃ強い剣が手に入るということでね。はい、これです、ヌーブヘッド。これ今5個持ってるんだけど、つまり敵を5回召喚できるということですね。はい、モアイ像を倒したところの近くに、はい、この壁の中にね、アイテムを入れるところがあるんです。ヌーブヘッドを入れるところがあるんですね。ヌーブヘッドを入れたら、今ポータルで移動してもらったんだけど、はい、この砂漠のね、頂点みたいなところにいるこいつ、イーブルヌーブってやつですね。悪いヌーブっていうことなんですけど、こいつを、倒すと低確率で、強い武器が手に入るということで、ミホークの剣みたいなやつがゲットできます。はい、ここでクエストを受けとくと倒した時の経験値がアップします。さあバトルしてみましょう。まあ今の俺だったらね、かなりやり込んだんで、今1800レベルぐらいだから戦えるでしょうと。うわすごいね、激しいね今。鍵くんとね、犬山くんと3人で戦ってるから相当ね強いです。この3人で協力すれば結構倒せると。さあ、倒しました。あー、武器はゲットできなかったね。まあかなり低確率なんでね、なかなかゲットできないですけど。はい、もう一つめちゃめちゃ強い剣のゲットの仕方なんですけど、ここにね、アモンガースのキャラクターがいるんですよね。こいつらが低確率で落とす、オーブっていうねアイテムがあるんですよ。はい、ゲットした。殺水オーブ。はい、殺水オーブを手に入れたら、この近くにねある、はい、こちら紫のアモンガースのキャラクターがいるところ、はい、ここにポータルがあって入れます。でここでクエストを受けておいて、そしてオーブを使う場所があるんですよ。それが、はい、今犬山くんがいるここですね。ここにオーブを置くことによってボスが召喚されます。そしてこの敵を倒すと低確率で、めちゃめちゃ強い剣がゲットできるということですね。オッケー、出ました多分。あ、出た出た出た、ナイス、出た来た来た来た、よっしゃ、みんなゲームカメラさん出ました出ました、ナイス。じゃあそしたらちょっと来てください、こっち、はいはい、ほらこっち見てください、そこか。こっちこっち、でこれで剣武職、武装職変える。あ、ここで変えるんだ。はい、武装色っていうのを買うと、キラキラマークを押すと、武器にこうやって武装色をつけることができるわけなんですね。これつけると攻撃力がめっちゃ上がります。はい、ということでね、強くしながら進んでいくと、はい、レベルは2400レベルマックスまでいきました。まあ5時間ぐらいかかったかな。そしてほら、ミスタービースト2300レベルっていう、これはボスなんだけど、こんなボスまで出てくるんですね。はい、まさかの世界最強の YouTuber ミスタービーストとも戦えるこのミーム C、 皆さんもぜひやってみてください。ちょっとこの動画でね、まだ紹介しきれてないこともたくさんあるんですけども、ちょっと知りたいなっていう人はね、コメント欄で質問してください。こんな情報もあるよっていう人はコメント欄で教えてくれたら、ちょっと調べたいと思います。以上、ゲームカメでした。